おはようございます。星耳です。今日は次男くんの1ヶ月検診です。次男が生まれて27日が経ったんですが、この子はね本当によく泣くんですよね。長男が新生児の頃はお腹空いた時ぐらいしか泣かないような子だったんで、あんまり手がかからなかったんですが、この子は今魔の3週目って言われる泣きのピークの時期だからか、特にこの1週間は起きてる時間はずっと泣いているような感じで、授乳をしてもおむつ替えをしても抱っこをしても泣きままないような感じで少し手を焼いています。で、次男が生まれてからの長男の様子はというと、特に次男に嫉妬したりとか赤ちゃん帰りみたいなことはないし、次男のことも気に入ってくれているみたいです。次男が家に来てすぐの頃は、長男は次男に微笑みかけるだけであんまり近づこうとはしなかったんですが、最近はこっちが教えたわけでもないのに次男の頭をなでなでしたりとか、あと次男にね布団をかけてあげたりとか、出て次男が泣き始めると次男の顔を覗き込みに行ったりとかして、自然とお兄ちゃんみたいな感じになってきています。ということで、今日は1ヶ月検診なんですが、1ヶ月検診では赤ちゃんと私の両方の体の状態の確認があります。で、この1ヶ月私の体調はどうだったかというと、長男出産後とは比べ物にならないぐらいすごく元気でした。長男出産後は遠因切開の傷は産後1ヶ月経っても痛かったし、産後直後から3週間以上全身にジンマシンが出ちゃったりとか、あと帯状疱疹も出ちゃったし、熱も38度8分まで上がっちゃったりとかして、もう本当にボロボロで、もう一歩も動きたくないっていうような感じだったんですね。なんですけど、今回は遠因切開もなければかなりの安産だったからか、でいて育休中の夫がものすごく家事育児を頑張ってくれたおかげで、産後の体をゆっくり休めることができたからか、特に大きな不調もなくって、前回の産後からは想像もつかないぐらい元気な産後を過ごすことができました。ではこの後1ヶ月検診に向けて出発するんですが、軽く持ち物をご紹介しておくと、液体ミルクの缶とその上に取り付けることができる飲み口、おむつにお尻拭きにおむつ処理袋、お着替えと何かと便利なバスタオル、あとは母乳パッドと母子手帳を持っていきます。それにちゃんと財布も持っていきます。というのも、1ヶ月検診は保険適用外になるので基本的に全額自費になるんですが、長男の時は2万円かかったんで、きっとね今回もそれぐらいかかるので、ちゃんと財布も持っていきます。ということで行ってきます。交通手段なんですが、今はまだね赤ちゃんも小さいし、今日行く病院は電車だと2回ぐらい乗り換えしないといけなくて、ちょっと行くのが大変なので、ベビーカーを持ってタクシーで行きます。では行ってきます。帰ってきました。結構待ち時間が長くて、病院に着いてから会計が終わるまで3時間かかってちょっと疲れました。まずは夫に今日の状況を報告しようと思います。1ヶ月検診行ってきました。お疲れ様です。で、今日の結果なんだけど、まず赤ちゃんの結果に関してはもう何も問題なかった。で、もうおへそもう綺麗になってるから、おへその消毒ももうしなくていいし、お風呂も一緒に入っていいよとのことでした。で、赤ちゃんのサイズもね、いろいろと測ってもらったんだけど、まず体重は生まれた時は 3152g だったのが、もう今日はね 3810g になってました。で、身長は 49.5cm だったのが、たったの1ヶ月で 53.9cm になってた。すごいよね。で、頭の大きさも生まれた時は 33cm だったのが 37.2cm になってたの。で、これがね、体重とか身長は結構平均的な感じで伸びてるんだけど、頭はね、生まれた時は小さめだったのに、なぜかね、ちょっと急に平均を上回った感じで、なんか頭大きくなっちゃった。なんで？で、次が私の体調なんだけど、もう私の方は何にも問題ないですよと。今日からもうお風呂に入ってもいいし、私自身がしんどくないならお出かけとかもしてもいいですよって言われた。だからこの1ヶ月さ、ほとんど家事とかさ、長男の育児とかやってもらったけど、私ももうちょっとご飯作ったりとかするようにするね。
で最後が今日のお会計なんだけど長男の時は1ヶ月検診がね確か2万400円かなんかだったんだけど、はい、今回は1万7500円でした。ちょっと安かった。おー、うん、よくわかんないけどちょっと安かったまあ安いって言っても十分高いんだけどね、うん、これでやっと外出できるようになってもう本当に嬉しいです。というのも今回の妊娠は結構体がしんどくって妊娠9ヶ月目以降ほとんど家を出てなかったんですね。なんですけどこれでやっと3ヶ月ぶりぐらいに家を出ることができるし、しかももうねお腹には赤ちゃんがいないので一人で軽い体で外に出かけられるのがねもう本当に楽しみです。今後なんですが、私が個人事業主でもう仕事復帰をしているっていうのもあって、次男を生後3ヶ月ぐらいで保育園に入れられたらなと思っているので、そろそろ保育園の入園申し込みに向けて資料を揃えていったりしようと思っています。あと、出産のご挨拶をまだお隣さんにできてなかったので、そのご挨拶に行ったりとか、2週間後にはお宮参りを控えているので、その準備を進めていったりもできればと思っています。まだまだね夜は続けて寝れない日が続いてたりはするんですが、夫の育休があと2ヶ月残ってるんでこの2ヶ月は夫にも頑張ってもらって、で私もね昼寝とかをしながら無理のない範囲で仕事を進めていこうと思っています。ということで今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。